回は幻になった山本太郎さんの懲罰弁明の原稿をもとにイメージで弁明シーンを作ってみたよ。でレッテル貼りあいつは暴力を振るったってことだけが拡散された上でやっぱり懲罰やめたということが選択されたのが、山本太郎に対する、ものだったんですけれども、じゃあもう事前にこの懲罰の、懲罰に対する弁明の機会がもらえるからそのシナリオ作りをしてたんですよ。もう本当死にそうになりながらでそれをもうそのままお蔵入りにするのもったいないので、一応まだ完璧な状態ではないんですけれど、調整などさまざま必要なものだったんだけれども、それをもう、皆さんに公表しますということで今日の、お昼にですね出させていただきましたってことです。6月8日法務委員会において強行採決を阻止しようと抗議する私の行動が国会内の秩序を著しく乱すものとして懲罰に付すかを決める前に弁明の機会をいただきました。まずは強行採決の際に打撲を負ったとされる2名の議員に関して私から謝罪が必要だと考えます。強行採決を阻止しようと抗議する私は特定の誰かに危害を加えようという意図は全くありませんでした。10人近くの人々に体を押さえつけられ、その静止を振り切ろうとする動作の中で手などが当たったのであれば、不可抗力であれ。お詫びを申し上げます。私は法務委員会の委員ではありません。それでも強行採決を止めたかった。だから、委員会室で一人であのような行動を取りました。これはルール、という観点から見ると、良くないことかもしれません。ルールは守らなくてはならない、という政治家の皆さん。一方で、同じ法務委員会室には、法務委員ではない、自民党の委員外議員が20名近く乗り込み、野党の法務委員を威嚇し、採決するずっと前から、委員長の周りを取り囲み、人間バリケードを築いていました。これはやっていいことなのでしょうか？一体、何のルールにのっとって、誰の許可を得て行われている蛮行なんでしょうか？それは明らかにされないのですか？それらに加担した者には、懲罰なし、ですか？ルールもへったくれもありません。やりたい放題ではないですか？暴力について、委員会室での揉み合いが、小康状態になった頃、その場を仕切る自民党の初老の議員が、突然、A 氏に暴力を振るうな、A 氏に暴力を振るうな、A 氏に暴力を振るうな、と何度も、上気を逸した大声で私に向かいがなり立てました。その時、私は複数の自民党の委員外議員に服や体をつかまれていて、体の自由を制限された状態です。A 氏に何かしらできる状態にはありませんし、そんな気も毛頭ございません。意味不明な言葉をがなっている自民党の初老の議員をポカーンと見ながら一瞬、呆然としましたが、すぐにわかりました。泣き物をあるものにする、冤罪が生まれた瞬間です。事実と違う問題を作り出し、人を陥れる、初老の自民党議員が私に対して実践していたのです。このような歴代自民党の伝統芸を、目の前で見れたことに、小学生時代に四つ葉のクローバーを見つけた時よりも、テンションが上がりました。その後、一部報道では、二人の議員と A 氏一名が、私から暴力を受けたと流れました。その後、令和新選組は、警備課に直接問い合わせ、結果 A 氏に負傷した者はいない、と確認しています。自民党側が、ありもしないことを、A 氏に対して暴力を振るって怪我をさせたかのように、マスコミに情報をリークしたのです。自分たちを正当化するためには、デマ、でっち上げも必要悪。たとえ相手が小粒でも、冤罪を生み出してでも潰そうとする。統一教会の姿勢、あ、間違えた、自民党の姿勢には学ぶところが多いです。一方で、打撲をされたと言われる議員の方には、不可抗力であったとはいえ、私には謝罪が必要と考え、そのお詫びを先ほど申し上げましたが、本当のところでは腑に落ちていません。十分な証拠を示していただきたいのです。不祥事を起こした自民党議員が、
雲隠れのために緊急入院するなどよくある話です。自民党レベルになれば一定の自由が利き、忖度してくれる、つながりの深い医者はいくらでもいることでしょう。そう考えれば診断書だけでは信憑性に欠けます。この先国会内の言いがかりで冤罪に陥れられるものを作り出さないためにも今回検証を行うことを要求します。その上で懲罰をどうするか考える、合理的ではないですか。今回負傷したと訴える方々に対して故意に私がその方々を狙い撃ちで暴力を振るったのか、それとも揉み合いの中で手が当たったのかでは、その意味合いは大きく変わります。報道の多くが事実関係も分かっていないのに前者と捉えられかねない伝え方をしていることに首をかしげざるえません。例えば交通事故で人身被害があった場合、警察は現場検証の際に被害者加害者双方の当事者から話を聞き、事故の状況や事故現場の様子などを確認して実況見分調書を作成します。ドライブレコーダーの記録があれば必ず確認して当事者証言の妥当性をチェック、タイヤ痕などの客観的証拠から衝突時の方向や衝撃の程度などを評価、一方的に被害を主張する側の証言だけから罰則を決定することはありません。今回の懲罰動議採決までのプロセスにおいて加害当事者とされた私に対する聞き取りは一切なく、決定的な証拠であるはずの映像記録の検証も行われず、実況見分調書にあたる現場記録も作成されていません。被害を主張する一方の当事者だけの証言をもとに懲罰に付すかが決められてしまう、その危険性を理解しているのでしょうか。議員に対する罰に関しては慎重に行われなければならないことを鑑みれば、徹底した検証は当然行われるべきことと考えます。強行採決当日の院内カメラのみならず、各報道の映像、画像を集めた上で、故意による暴力行為が行われたか、について、第三者によるジャッジを、参議院議長及び議員運営委員会委員長に求めます。さて、いかなる暴力も許してはならない、という政治家の皆さん、立法事実が崩れ去った法案を、廃案にするのではなく、審議を一方的に打ち切り、強行採決で立法する。これこそ暴力ではないですか？国会の品位を、秩序を乱しているのは、立法事実が崩れ去った法案を、数の力で立法化する不届き者たちであり、これら、言論の負の破壊、民主主義への冒涜を行った者たちは、懲罰に付されないのですか？政権側につけば、多数派につけば、すべて不問にされるのですか？私は暴力など振るっていない、暴力的で筋の通らない立法を身を挺して止めようとしただけです。その際私と同じく法務委員会とは何の関係もない侵入者である、自民党の複数名の委員外議員によって身体的拘束を受けた私は、それを解くため揉み合いになった、そこでたまたま手が触れた当たったなどの接触があった可能性はありますが、それ以上でも以下でもありません。それを暴力事件として扱うことは不当であり、多数派による少数者への弾圧です。人の命や国民生活に関わる重大法案を、筋が通らないと身を挺して止める与野党の攻防戦、肉弾戦は、過去の国会においては枚挙にいとまがないはずです。野党時代の自民党の振る舞いなどひどいものでした。国会を止める遅延工作を延々とやり続け、決められない国会と揶揄しました。国会を空転させていたのは自民党です。でもその時には、自民党にも、体を張ってでも抵抗しなければならない理由があったからこそ、抵抗権を行使し続けたのでしょう。政権交代前、2008年、民主党は野党時代には、ガソリン暫定税率復活を阻止するため、議運委員長や衆院議長を委員長室や議長室に幽閉したこともあります。私が議員になってからも2015年、自衛隊を米軍の2軍として差し出すことが可能となる違憲立法、集団的自衛権の行使容認を認める安保法を、対米従属一筋の自民党と平和の旗を下ろした公明党と
野党のふりをした竹中平蔵集団、維新などが協力して成立させましたが、その時も体を張った肉弾戦が与野党の間で激しく展開されました。同じく2015年、労働者派遣法、改悪を止めるため、民主党議員が厚労委員長の委員室への侵入を阻止。厚労委員長は委員会終了後、妨害行為で首を痛めたとして、全治2週間と訴えました。当時の民主党の岡田代表は記者会見で、こういったやり方も場合によってはやむを得ないと正当化しています。一方で現在、立憲民主党の幹事長である岡田氏は、6月11日の NHK 日曜討論で、暴力はいけない、パフォーマンスはいただけないとご発言。これまで過去に枚挙にいとまがないほど行われてきた。国会内での身を挺した抗議行動、阻止行動は、大勢だったから許す、認める。一方で、たった一人による物理的抵抗は、暴力事件だと印象操作し、懲罰を与える。このやり方こそまさに、ダブルスタンダード、二枚舌、ご都合主義、我田引水、他人に厳しく自分に甘い、身内びいき。勝てば官軍、俺がルールだ、以外の何者でもなく、納得がいきません。今回の山本太郎という目障りなやつを、この機会に終わらせる、分からせてやる、という取り扱いが、議会制民主主義を破壊する。暴挙である自覚があるでしょうか。今後、身を挺した行動どころか、どのような物理的抵抗であっても、多数派の意にそぐわない振る舞いは、すぐさま懲罰につなげられる国会を、自分たちの手で作り上げようとしているのです。このまま政権を自民党が未来永劫を続けられる約束はありますか？他党が何かしらの時空の歪みで政権を担うことになり、下野することもあるでしょう。その時、今の勢力では悪法が通ってしまう。という場面においても、自分の一挙手一投足が、何かしらかの懲罰につながる可能性があると萎縮し、諦めることとなるでしょう。国民を思い、国を思って身を挺して、何かをやめようとする義憤を殺し、抵抗権を放棄する未来を、あなた自身が今回作ることとなるのです。今日の私の姿は明日のあなたの姿です。過去の国会の懲罰事案を調べてみると、本会議場のマイクを破壊した、という強者であっても、懲罰になっていない。委員会室で他の議員を意図的に蹴り飛ばしたものであっても懲罰はなかった。議員の処罰を議員が行う場合には慎重に慎重を重ね、ことを進めてきたというのがこれまでの国会です。それがもうすでに、ここ半年において、議員に対する懲罰のハードルは、とてつもなく下げられています。衆議院でプラカードを1枚掲げた。串口まりを除名の一歩手前、登院停止にするなど異常です。暴力も伴わない、機材も破壊しない。ただメッセージを記した紙を掲げて、登院停止とは行き過ぎです。国民の負託を受けた議員の権利を簡単に、恣意的に、多数派が奪うことを可能にし、それを実行してしまっている。その始まりとなる懲罰動議に、野党第一党まで乗っかってしまったこと自体、現在の国会が体制抑散状態にあることを如実に表しています。自分自身の手足を縛ることに加担してどうするのでしょうか。野党はこの先、先人たちが、ここぞ、という時に体を張ってきた手法さえも、封印することになります。どうか諸先輩方、同僚議員には、賢明なご判断をいただくようお願い申し上げます。いかなる暴力も許してはならない、という政治家の皆さん。今回、私の懲罰につながるきっかけとなった入管法改正、その舞台。入管施設ではこれまでような非人道的行為が繰り返されています。手錠をかけた男性の両腕を後方にねじ上げ、仰向けに倒れた男性の太ももの上に職員が座り体重をかけ、口から泡を吹くまで押さえ続けた。そして、手錠をかけ、複数の職員でうつ伏せに倒し、背中や腕、足を押さえ込む。マットを敷いた床に顔面を押し付け、全体重で頭を押さえつけ息ができないほど圧迫。そして、苦しむ収容者を医療につなげず、死亡させた事例はウィシュマさんだけではありません。
牛久では14年、糖尿病等を患うカメルーン人男性が死にそうだと繰り返し訴えたが、翌朝まで病院に搬送されないまま死亡。東京入管管理局でも14年、スリランカ人男性は朝から胸の激しい痛みを訴えていたにもかかわらず、医師の診断を受けられなかったために収容されていた部屋で意識不明の状態で発見され、搬送された病院で死亡。2017年、東京入管管理局で収容されていたベトナム人が数日前から体調不良を訴えていたが、外部医療機関で診察を受けることなく、搬送先の病院で死亡。いかなる暴力も許してはならない。という政治家の皆さん、その中でも自民、公明、維新、国民民主の皆さんは、入管施設で行われている、非人道的行為、暴力を規制するような法改正の提案はされていません。そのような暴力に対して特別寛容であり続ける理由は何でしょうか。いかなる暴力も許してはならない。という政治家の皆さん、難民とは何でしょうか。時の政府や武装組織などにより命を狙われ、危険を感じ、故郷を捨て、命からがら日本に逃げてくる人々であり、そういった方々を積極的に保護する責任が日本政府にはあります。それが難民条約を批准している意味です。17年前、自らと家族を守るために、ミャンマーから命からがら日本に逃れてきた明朝長さんは、ミャンマー軍が迫害してきた少数民族ロヒンギャです。明さんは3回目の難民申請を却下され、現在不服申し立て中です。難民であるとの理由が見当たらないとだけしか通知書に書かれていませんでした。新入管法が施行されると強制送還される可能性が高くなる。ミャンマーに送り返されれば国刑は免れない。そんな苗さんは、強制送還されるくらいなら自殺すると言っています。これまでに認定されていなければおかしいレベルの申請。でも、難民と認められてきませんでした。命からがら逃げてきた人たちを命の危険のある場所に積極的に返す。この度成立した入管法改悪は、そういうものなのです。今回の法改悪により、死刑執行のボタンを、日本政府によって押される可能性が高まっている。当事者たちの現実、ほんの一例が妙さんです。いかなる暴力も許してはならない、という政治家の皆さん。時の政府に命を狙われ、身の危険を感じ、故郷を捨て、命からがら日本に逃げてくる人々を、ひとまとめに、難民など存在しない、全員犯罪者である。と言わんばかりの主張で立法事実が崩壊した入管法を無理やり成立させたことは、憲政史上の大きな汚点であり、むき出しの暴力です。カッとなって車で知人を引き殺そうとした国会議員秘書。政務活動費で高級車を購入した議員。政務活動費でゴルフコンペ商品を購入した議員。納品書偽造で刑事告発された議員。女性議員をストーカーし続ける議員。などなど。不祥事を起こす者が多い、維新という政党についての評価を。維新の議員やそれに所属する者たちは、全員、不祥事を起こすろくでもない者たちだ。とする主張は間違っているはずです。それと同じように、日本に難民などいない、ほとんど犯罪者という、主張、そう聞こえるような説明はあまりにも筋が悪すぎ、害悪でしかありません。難民申請する人の中には、そうではないケースが一部あるのも事実でしょう。だからこそ、しっかりと慎重に公平公正に難民審査を行うための、野党による代替案が必要な局面であったにもかかわらず、それを軽々しく扱い、事実上なかったことのようにすることは許されません。日本では申請が認められなかった人が、別の国で難民認定を受けることができた、という様々な事例を見れば、いかに日本の難民認定のあり方に、入管に問題があるかが、わかるはずです。法改正ではさらに、難民などいないと決めつけ、ひとくくりに犯罪者と誤解を広げた形で、送還をさらに加速させる運用となり、難民が命の危機にさらされます。世界に向けては難民受け入れに真摯に取り組む仮面をかぶり、全く逆行することを当然のように国内で行っている。ルールは守らなくてはならない、という、政治家の皆さん、
なぜ難民条約を守らないのですか？難民条約を批准していながら、その考え方と矛盾する運用を繰り返し、人権侵害を正当化。一方事実崩壊の法改悪を成立させて、さらに矛盾を作り出す。そのようなルール違反を犯し続けているのが、自民、公明、維新、国民民主です。ルールを守るべきはあなたたちだ。日本という国を貶めるような立法はすぐにでも改正すべきです。野党案を自民党案として改正すればよいではないですか？提出している野党会派は手柄が欲しいのではありません。危険にさらされた命を守りたいだけです。いかなる暴力も許してはならないという政治家の皆さん。この国に生きる人々は長きにわたり暴力にさらされ続けています。自分の議員バッジと組織を守るために、企業献金や組織票と引き換えに政策を売り飛ばし、国民生活を犠牲にした。これまでの30年以上もの間、政治は一部の資本家だけを潤すために、税の取り方を歪め、労働環境を破壊し続けた。一人一人の購買力が弱まり、需要を落ち込ませた。日本が誇る製造業は不景気な国内を見限り、需要が旺盛な海外に逃げ出し、国内はさらに疲弊。世界トップレベルだった国を政治と資本家が30年間で食いつぶし、日本はアジアの没落国家となった。政治による裏切り、30年以上の資本家優位政策は国民に対する経済的 DV となって降りかかり、物価高の前から、コロナが来る前から、人々の暮らしは緊急事態でした。コロナの前、2019年の大規模調査でも、生活が苦しい世帯は 54% 以上、母子世帯では 86% 以上。ここにコロナと物価高が合わさった現在、人々の暮らしはどうなっているか。コロナが5類に移行して収束ムード漂っているが、コロナによって、そしてそれ以前から痛みつけられていた人々の生活は、すぐに立て直せるものではない。しかも物価は19ヶ月連続高騰。実質賃金は13ヶ月連続ダウン。困窮者に給付ではなく最大200万円の借金を負わせる特例貸付の返済は、早い人では今年1月から始まり、早くも返済が苦しい、とても返せないという悲鳴があちこちから上がっています。政府によるコロナ禍の支援の多くは救済策ではない。貸付が基本、ゼロゼロ融資の返済が始まり、コロナ対策の国民年金、国民健康保険料の支払い免除は、今年3月で終了。社会保険料の負担が低所得者を襲う。事業者の保険料納付猶予も終わり、納付しなければ延滞金徴収や担保差し押さえに遭う。巷には、もう無理だと力が尽きる事業者で溢れている。社会状況は前に戻っていない。事業者や多くの生活者の経済状況は回復していない。この状況において、待ってやったものをそろそろ返せ。さらには、事実上の増税、インボイス制度なども加える。という運用は、この先の大不況を自ら誘導する愚策。間違った政策は人を殺す。社会を殺す。すでにそうなっている。このままでは国家の自殺である。どれだけ人が倒れようが、国は残るだろう。でもそんな国に何の価値があるのか。人の生活が崩れ、事業者は倒産が続き、自殺者は右肩上がり。将来に不安しかない国。国内の安全保障を30年近く放置した上に、コロナでも物価高でも事実上のさらなる放置を継続しながら、中身のほとんどわからない43兆円を超える防衛財源確保法を、国会議員でさえその内訳を知らない。新たな増税法案を成立させるなど、筋が通らない。長きにわたる国民に対する暴力行為を政治家たち早めるべきだ。本当の野党ならば、ここから体を張ってでも止めるべき悪法である。日本国において、優先順位の第一位は、目の前の生活、国民経済だ。国内の安全保障だ。経済状況が良くない時には、人々の手元に使えるお金を増やすことが基本。まず成長と、のたまう自民党。30年間不況で、そこにコロナ、物価高でどうやって成長できるのか。今、成長できるとすれば、
あなた方が献金をもらい、組織票をあてがってもらっている。一部の資本家と、政治とべったりの事業者くらいのものではないか。まず消費税廃止、最低でも減税、そして悪い物価高が収まるまでの給付金、社会保険料の減免などで、この国に生きる一人一人に、成長の原資を国が届ける。一人一人の購買力を上げて、まずは社会にしっかりお金を回す。そして、両輪で供給能力も強化する。これこそが失われた30年を取り戻す、正しい経済政策である。まず分配、そして成長。この基本もわからぬまま、資本家や、財務省の手先として生きる政治家こそ、懲罰を受けるべきである。日々行われる国会で、日々行われる採決による暴力で、この国に生きる人々を、絶望に追い詰めていることに気づけ。これ以上の政治による暴力で、人々のささやかな暮らしを奪うのはやめろ。これ以上の政治による暴力で、人から夢や希望を奪うのはやめろ。これ以上の政治による暴力で、この国を食い物にするな。この国に生きる人に対する政治による暴力に、全身全霊で抗議し、この先、たった一人であっても、抵抗し続けることを申し上げ終わります。ありがとうございます。まあ何かというと、やっぱりしっかりとした検証が行われた上で、懲罰っていうものに至らなきゃダメなんだってことですね。一方的な、片側だけの意見だけでここまで懲罰がされて、数の力だけで、議員っていう部分の資格っていうものに対して影響を与えるような懲罰が与えられるっていうのは、これ非常にまずい状態ですので、しっかりと検証すると、もう交通事故の検証と同じぐらいのレベルでやらなきゃダメだよねっていうことを基礎にしながら、で暴力とは何だっつったら、私が振るったのは暴力ではないというようなことの説明であったりとか、で最もひどい暴力を振るっているっていうことに対してもっと自覚を持てという、ある意味でのちょっと国会に対する国会議員たちへのお説教みたいな形になってます。でその後みんなと一緒に力を合わせてやっていこうじゃないかというようなことですけれども、まだ目を通されてない方いらっしゃったら、ぜひですね、お時間ある時に読んでいただければというふうに思います。